ただいまから次の定例会見を始めます。ぜひよろしくお願いします。はい、それでは4月1日年度初めの定例会見を始めます。まず最初に70歳現役応援デスクの設置です。シニアになっても働きたいという人たちのためにその気持ちを応援するデスクが新しくできます。今日からです。場所は県庁の本館の2階にある佐賀県の仕事相談室という看板のかかったところがありますけれども、そこの中に新しくデスクができるということになります。大体60歳以上の方で技術職、専門職、管理職を経験された方がお仕事をしたいというその仕事探しのお手伝いをすることになります。仕事探しの登録、就職の相談、情報提供、マッチング、こうしたことを行っていくことになります。開設日は水曜、日曜、祝日以外の毎日で、利用時間は11時15分から夜8時までということで、まあ、これは佐賀県の暮らし相談室が今実際に仕事をしていらっしゃる方も想定しているものですから、割と遅い時間までになっているのも朝は少しゆっくりめになっています。ということで、これを新しく行っていくのはこれから高齢者の方も社会の担い手として支えられる側から支える側に回るということで、その意欲と能力のある方にはぜひ働いてほしい、それを応援したいということからであります。はい、で次が県庁に消防団ができますというお知らせです。佐賀市消防団県庁部という名前になります。もっと詳しく言うと佐賀市消防団中部方面隊第1団中央分団県庁部ということになります。まあ、中央分団というのはこの辺の地域を管轄している分団ですけれども、そのさらにその下にある、まあ、組織ということになるわけです。で位置づけとしてはその中央分団長の指揮官に入る機能別団員という位置づけで、この機能別団員という言い方はこの中央分団長のサポートをする団員ですよという位置づけであります。本庁に勤務する職員25名で構成されていて、現役の消防団員、それぞれの地域の消防団に入っているという意味です。またはかつて消防団に入っていた OB、 あるいは消防防災団の職員、こうした人たちで構成をされます。現時点では男性だけであります。まあ、ゆくゆくは機能が広がっていくときに女性の参加もぜひと私は考えています。活動内容は基本的には家事です。平日の昼間にこの県庁の本庁舎の周りで火事が起きたときに現場に駆けつけて、その火災の処理や交通整理などを行うというもの、これが主としての活動になっています。またこうした活動を行うためには器具の点検が必要であります。まあ、もちろん服もいるんですけれども、器具の点検を月2回行うことにしています。来週4月7日月曜日に発足式を行いまして、その発足式の終了後から活動を開始します。4月7日月曜日の午前10時から県庁の県民ホールで発足式を行います。まあ、人員報告、事例交付、新入団員の先生、中部方面隊長の訓示等がございまして、激励の言葉として、こういう試みが全く初めてだということで、まあ、現在調整中でありますけれども、総務省消防庁の方からも駆けつけてお祝いの言葉を述べたいと言われています。まあ、こうした試みは今までどこでもやったことがなかったものですから、総務省消防庁としてもぜひこれを多くの方々に知ってほしいということで東京から駆けつけていただくという方向で現在調整中で、まあ、県庁、佐賀県庁はもともとずっと消防団の育成強化というものをやってきましたし、職員にも消防団への入団の加入を推奨してきました。まあ、おかげさまをもちまして佐賀県というところは消防団の組織率が全国1位です。この名誉ある地位を引き続き保ち続けるためにも、まあ、とはいえ消防団員の数が減っているのも事実でございますので、ぜひともこうしたことを機会にして消防団を見直すきっかけにしたいと思っています。
私から最後でございますけれども、ミラノサローネに有田焼を出展いたします。ミラノサローネというのは毎年ミラノで開催されている、まあ、分かりやすく言えば世界最大規模の国際日本一の一つです。で、家具、キッチン、オフィス系のインテリアデザインが中心であります。で、この日本一と合わせてミラノの街の中各所で展示会が開かれておりまして、で、この両方を合わせてミラノサローネと呼ばれています。世界中のメーカー、デザイナーが一堂に会して、その年のデザイン、トレンドがいち早く発信されるという祭典でございまして、去年のミラノサローネの時には、有田焼の窯元とオランダ人のデザイナー、ショルティン&バイングスがコラボレーションして出した1616という食器が賞を取った、そういうイベントでございます。で、今年はこのミラノサローネに毎年出されているステラワークスさんというところから一緒にやりませんかというオファーがございました。このステラワークスはまた後ほどご説明しますけれども、世界の高級ホテルのファニチャーなどを手掛けておられる会社でありまして、拠点は上海です。で、社長は日本人です。そしてデザイナーはヨーロッパのデザイナーで、上海で作っています。まあ、上海で作って比較的コストを抑えながら、まあ、ヨーロッパのデザインというのを組み合わせて、世界の高級ホテルなどに家具を売っていくというやり方で今急成長しておられるところでございまして、で、こちらの堀社長という方が有田焼に大変興味を持たれて、既存のものでいいので自分たちが出していくミラノサローネに一緒に出さないかというお話があって今回出すことにしたもので、ございます。期間は来週4月の8日の火曜日から13日まで、そして場所はミラノの市街のデザインジャンクションというところになります。で、出展するのはまた後ほど具体的に見ていただきますけれども、このステラワークスの方々に既存の有田焼のものを見ていただいて、これなら自分たちのコンセプトに合うというものをピックアップしていただきました。そして初日4月8日にヨーロッパの主要、まあ、アメリカもありますけれども主要のプレスに案内をして、結構多くのプレスの人たちに来ていただけるようになりました。そこに私が出かけていきまして、トークセールスを行います。それがこれでございまして、4月8日現地時間の午後4時から6時までプレスプレビューというプレス向けの発表会を行います。まあ、これは有田焼だけでなくて、ステラワークス、そのフィーチャリングは有田焼みたいな格好になっています。で、現地時間の18時から22時までの間は招待者向けの発表会、まあ、プライベートビューと呼んでいますけれども、こうしたものが行われます。大体ヨーロッパを中心にしたプレス、バイヤー、デザイナーが来られるのと合わせて、ミラノにいらっしゃる日本の関係の機関もにもご案内をしているところでございます。そして物をよりはっきりと分かっていただくために、まあ、大きく3つの取り組みが行われる予定になっています。1つは先方からぜひということで伝統工芸士による絵付けの実演をやってほしいということでございましたので、これが行われます。実際に有田焼がどうやって作られていくのかというプロセスを見ていただくということによって、よりいかにそのハンドメイドというものが価値があるのかということを味わっていただくための実演でございます。それとあとは佐賀の酒と嬉野茶を有田焼で提供いたします。さらにはこれも先方からぜひということでオファーがございまして、唐津焼や有田焼を使ったティーセレモニー、お茶をご披露ということにしておりまして、だいたい1日に2回ぐらいには2回ぐらい最終日まで毎日、お茶を提供するようにしております。これらがステラワークスのコレクションです。まあ、ステラワークスがどういう家具を作っているのかをイメージしていくために準備をしました。まあ、バッと見ていただいただけでも非常にこう、まあ、シンプルでありながらもなんか非常にこう高級感の漂うものを作ってらっしゃるということをお気づきになろうかと思います。はい、そしてそれに合わせてということでステラワークスの方から選んでいただいたのが、このこれらの有田焼でございまして、まあ、いくつも合計で、100いくつあるんですけれども、例えばこういう白とかシルバーを基調とした比較的シンプルな感じのもの、これが木原のもので、これが有田コーテレンダー、これが理想感、
はこうパターンとして演出できるもの、例えばこれバリエーションが多い、これはそばチョコ、味噌釜のそばチョコなんですけども、これだけバリエーションがありますので、こうなんか作りやすいと、場が作りやすいということでこうしたものを持っていかれたり、あとこれは木原の大あんまちでございますけども、こうしたものも種類があると作りやすいと思います。また、ゲーム釜と岩尾さん釜のこの大きなお皿や花瓶は、これはかなり大きなもので、その場所そのものにドーンという形でこう据えられて、ちょっとアイキャッチができるようにしていくということでございまして、まあ、一方でこういうトラディショナルな雰囲気も醸し出しながら、新しい生活に合うもの、そのこうしたモダンな家具に合うものというものがどれだけ欧州のバイヤーの人たちに理解いただけるのかということに挑戦するというものでございます。はい、あとは参考でございますけれども、セラワックスとは何かというものでございます。まあ、2011年に、世界的高級家具の骨董品ブランドとして上海で設立して、2012年にはミラノサローネで、このウォールペーパーという非常に高級感のある雑誌でベストニューブランド賞を受賞して、います。でこれまでも西陣織の老舗細尾とのコラボレーションをしたりとか、こういう日本の伝統工芸とコラボレーションして世界の新しいお客様にお届けをする